こんにちは、アキです。2019年の9月27日、スケート界がちょっと多少色めき立つようなニュースが流れましたね。高橋大輔選手がアイスダンスに転向するというニュースです。私としてはほぼという感じなんですけど、一応私もアイスダンスの選手だったことを踏まえ、ちょっと試験を述べてみたいと思います。以下は私の、あくまでも試験であって、自分の経験から来ることを喋るつもりです。で、大輔のことを別にディスるつもりもないし、だからといって持ち上げるつもりもありません。この動画を通してアイスダンスってどんな競技なんだろうっていうのを、このニュースをネタにして、語っていこうと思います。さて、シングルのみをずっとやってた子がアイスダンスに急に転向してどこまでやっていけるかっていうのは、おそらく これからいろんな人から囁かれると思います。で、まず全日本選手権に来年出ることができるかということですけど、続けてさえいれば、まず 100% 出ることができるでしょう。で、全日本に出るにはどうすればいいかっていうことですけど、全日本に出るには、一番メジャーな道がプレゴールド級の選手コースを取るということです。で、アイスダンスっていうか、スケート界は級がありまして、アイスダンスだったら第1プレリミナリーから第2プレリミナリー、プレブロンズ、ブロンズ、プレシルバー、シルバー、プレゴールド、それからゴールド、で、インターナショナルという級があります。で、第2プレリミナリーから選手コースと、あとはマスターコースですね。その2つに分かれるんですけど、全日本選手権に出るには選手コースの方を取らねばなりません。で、ところが選手コースのプレゴールドっていうのが意外と難関でして、ジュニアで国際大会に出たことも落ちるっていうことが、ケースがしばしばあります。それくらい難しいんですけど、もう一つ道がありまして、検定テスト、日本スケート連盟が主催する検定テストに合格すれば、全日本選手権に出場できます。だから最悪検定テストで全日本選手権に出場することはできると思います。で、国際大会である程度活躍するかどうか、これは後から述べますけど、半々ぐらいの確率かなと思ってます。で、全日本選手権で優勝できるかどうかについては、これは全日本選手権のレベルって毎年ちょっと変わるんですね。ものすごく出る選手が限られてきてるので、すごく高かったりすごく低かったりと年によって変わるので、これについては述べないことにします。で、アイスダンスの専門家、もうアイスダンスにかけてはピカイチっていうレベルにいけるかどうかっていうのは、そうたやすくはないことだと思います。で、この専門家になれるかどうか、この話からしていきますね。まずアイスダンスというのはブレードの使い方、それからエッジとかカーブの作り方など細かい技術がものすごく多いんです。で、ブレードの絵の体重のかけ方ですね、そういったところ、それから上半身の筋肉の使い方、それから力の持ってき方、それからフリーレッグの使い方、フリーレッグというのは滑ってない方の足です。それをに対してどのように力を使うか、そういったところに、ものすごく細かい技術がたくさんあります。で、それを理解してある程度のレベルになるには、やっぱり5年、いや10年、それくらいはかかると思います。で、それと、本来のことなんですけどね、アイスダンスっていうのは、相手とパートナーとホールド、要するに組むってことですよね。ホールドを組んで、そのまま平行に滑っていけばいいってものではないんです。実は平行に滑ってるように見えても、相手との間に多少の角度があって、体全体で相手を誘導するような技術があります。これちょっと言語化するのがものすごく難しくて、本当に職人としての技になってきます。そのためには社交ダンスなどを練習して、相手との間のホールド、よくこうやって組んだりこうやって組んだりするんですけど、枠の作り方ですね、枠の作り方っていうのを習得して、さらにアイスダンス独特のこの滑ってますからね、この滑りに合わせたリード、
要するに相手を連れていく、フォロー、相手についていく、そういった技術っていうものを習得しなければなりません。これにもとても長い年月がかかります。で、さらに音楽の取り方にもものすごくうるさいんです。で、音楽はリズムで取ってはいけないと、ビートで取らなければいけないというのがあって、要するにビートというのは曲に合わせて 1,2,3,1,2,3 とか 1,2,3,4,1,2,3,4 とか 1,2,1,2 っていった、まあ、こういった、まあ、それこそリズムですね、それを取らなければいけないんですけど、まあ、音楽を聴いてから動くんじゃダメなんです。当然、人間というのは音を聴いてから、それに脳が反応して、で、さらに脳が運動神経に指令を出して、それから筋肉が収縮する、まあ、そういったプロセスをたどるんですけど、そのプロセスをたどると、まあ、大体 0.1 秒以上のタイムラグがあるって言われています。よくあの陸上なんかでフライングっていうのがありますけど、あれもなんか 0.1 秒とか、なんかそういう音を聞いてから 0.1 秒かなんか以上経つとフライングになるとかいうので、前一回問題になったことありますよね、パリの陸上の世界選手権かなんかで。まあ、そういったこともあるんですけど、0.1 秒のタイムラグだともう完全に音から外れてしまうんです。ですから自分の体に音楽のリズムを、まあ、刻み込んで、で、そのリズムを中心に、まあ、音楽を表現していくと、まあ、そういった技術が必要なんですけど、さらにそれを音を聞きながらやらなきゃいけないので、大変特殊な技術が必要になってきます。まあ、これもそう簡単にはできるものではないですね。で、まあ、それから最後にですね、これらの技術を全て習得するには、日々かなり単純で、面白くない練習をコツ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 繰り返さなければなりません。で、さらにパートナーと組むっていうことっていうのは、まあ、全く他人である男女が、まあ、組んで1日何時間も一緒に作業することになるんですけど、必ず不和や圧力が生じます。まあ、ぶっちゃけ喧嘩が多発します。で、そういった時に妥協したりとか話し合ったりとか、ある時には自分の考えを押し通したりとかしながら、少しずつ、積み上げていかなければならないんです。で、そういったことに、まあ、今までシングルだけやってきた子が耐えられるかなっていうところも一つあります。逆にこういったことがしっかり耐えられれば、技術っていうのは後からついてくるものなので、まあ、うまくいくんですけどね。では、大輔が今からアイスダンスの選手として、国際的に通用できるかということについてですが、まあ、全く無理っていうわけではないと思います。で、というのは今の採点方式っていうのは、まあ、今までって言ってももう10年以上前、20年近く前か、そんなことはない、15年ぐらい前ですね。そこにで、変わった採点方式が変わったからです。で、今の採点方式っていうのは、まあ、テクニカルエレメントスコア、まあ、これ TES、 トータルテクニカルエレメントスコアの TES とプログラムコンポーネントスコア PCS っていうのに分かれています。で、テクニカルエレメントスコアというのは、まあ、必須要素に対してつく点数です。で、必須要素をやると、それで、まあ、どうやってたかっていうのが、まあ、全部ルールで決まってて、それに応じてテクニカルスペシャリストという、まあ、審査員の一人なんですけど、1カテゴリーなんですけど、テクニカルスペシャリストが、レベルをまず決めます。で、レベルを決めると、まあ、そのレベルに応じて基礎点がつきます。で、今度はジャッジが、できたそのレベルのついたものに対して出来不出来、そういったものを、採点して、まあ、1からプラス1からプラス5、マイナス1からマイナス5の、いわゆる、グレードオブエグゼキューション GOE って言いますけど、そういったものをつけます。で、それで足し算引き算してっていう形になります。で、GOE なんですけど、こんな風にできたらプラス1、あんな風にできたらプラス1っていう、まあ、全て決まってて、例えばこんな風にもあんな風にもできたらプラス1、あ、プラス2になります。まあ、そんな感じで全部足し算されるんですね。まあ、同じようにこんな風になってしまったらマイナス1、あんな風になってしまったらマイナス1っていう感じで、まあ、こんな風にもあんな風にもやったらマイナス2、
2とで、まあ、プラス2とマイナス2が両方あったらそれはプラス2プラスマイナス2で0、まあ、こんな感じで GOE がつくということになってます。で、まあ、PCS の方なんですけど、 PCS の方は、まあ、全体的な出来ですね。これも、0点から1点刻みで9点台まで、であと10点、そういったものが細かく、例えばあのカーブが、全体的にカーブがものすごく信じられないぐらい深くて、でさらに、それが同じような曲率、まあ、ゴールドっていうふうに書いてあるんですけど、それだと例えば10点とか、まあ、そういうふうに全部決まってます。まあ、つまり今の採点方式は全て言語化されているので、まあ本来の出来、職人的な出来っていうんですね、まあ、骨董品の鑑定をするようにやるのではなく、本当に足し算引き算で点数化されているので、ある程度技術が未熟でもルール通りにやってれば点数が出る、要するに点数の出る要因だけができるようになれば点数の方はかなり稼げるようになってます。彼はシングルをやっているわけですから、足の強さとか筋力といったところは、まあ、折り紙付きです。ですからいかにレベルを稼げるか、PCS を稼げるか、そういったところで、かなり点数を稼いでいくことっていうのは不可能ではないです。で、一方で一人で滑ってたものを二人で滑るっていうのはかなりストレスフルです。ホールドの動かし方とか、組み方、そういったものを相手とちまちまとずっと練習しなければならないとか、技術の基礎練習のような地道な練習を、まあ、どれだけ耐えられるか、そういったところ、あとパートナーとぶつかり合ったり、まあ、喧嘩したりした時に、どのように切り抜けて頑張り続けていけるか、そういったところが、これから彼に、まあ、出てくる試練だと思っています。まあ、アイスダンスっていうのは本当に人を選ぶ競技でして、好きな人は本当にハマり込みます。アイスダンスのない人生考えられないっていうような感じになります。で、まあ、興味のない人には本当に興味のない、あの面白くない競技になってしまうんですけど、もしも大輔が本当にアイスダンスに興味があって、でやっていくうちにハマるようになったのであれば、ハマるようになるのであれば、彼は本当に素晴らしいアイスダンスの選手になると思います。で、今回の件なんですけど、まあ、もし本当にね、来年大輔が全日本選手権に出るようなことがあれば、日本国内でのアイスダンスの注目度が、まあ、ものすごく高まるので、大変興味深いことになると思います。まあ、当然、まあ、この動画マスコミの人が見てるかどうかわからないですけど、もしマスコミの人が見てるのであれば、まあ、高橋大輔がアイスダンスで全日本出たっていうことだけじゃなくて、アイスダンスが、まあ、彼がそれをやっていく上でアイスダンスがいかに、まあ、大変な競技か、で辛いことがたくさんあるか、で、逆にいかに魅力的かで、本当にハマった人たちは、まあ、どれだけアイスダンスを愛してるかっていうところまで含めて、まあ、報道してもらえたらありがたいなと思ってます。で、これだけ注目を集めるのですから、今いる選手の子たち、うちにいる、雄大、まあ、雄大輝ですね、あの2人も、枝村島崎組ですね、あの2人も含め今アイスダンスをやってる選手の子たち、まあ、日本全国に何組もいますけど、彼らが、まあ、自分のプライドにかけてアイスダンスをしっかりと練習して試合でその成果を出してくれたら、まあ、より一層日本のアイスダンスのレベルが高まってくるので、今後すごく楽しみになってくるかなと思います。まあ、これから先アイスダンスとっても面白いことになると思うので、ぜひぜひ注目してください。ありがとうございました。